行の米国法人スバルオブアメリカは1月3日2012年の新書販売の結果を公表した。総販売台数は 336,441 台で4年連続で販売記録を更新。前年比は 26% 増と5年連続で増加した。最も勢いがあるのは新型インプレッサ WRX を除く。2012年は 68,175 台を売り上げ、前年比は 148.9% もの伸びを示した。2012年9月に投入された派生車種の XV クロストレック日本名インプレッサ XV も7,396 台を販売。一方、新型投入を控えたフォレスターは 0.2% 増の 76,343 台と微増にとどまる。また、2013年モデルとしてマイナーチェンジが施された主力車種アウトバック日本名レガシーアウトバックは前年比 12.6% 増の 104,405 台と引き続きスバルオブアメリカの大量販車に君臨。レガシー日本名レガシー B4 も 11.2% 増の 47,127 台を売り上げた。なおスバルの2012年12月単月の米国新車販売台数は同社の月販台数として過去最高の 36,653 台。前年同月比は 8.8% 増と13ヶ月連続の前年実績超えだ。スバルオブアメリカのトーマス・ジェイ・ドール副社長兼 COO は2012年は販売目標を達成し、年間販売が新記録となる30万台に届いた。スバルにとって最高の1年とコメントし。